8月1日1日の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて84円49銭安い 28,707 円4銭でした。トピックスは 4.36 ポイント安の 1939.21 でした。東証一部全体の 59%、 6割にあたる1297銘柄が下落、上昇したのは全体の3割767銘柄ということで、マイナス銘柄の方が多くなっています。商いも相変わらず少なめで、売買高株数が8億3300万株、売買代金が1兆9862億円と2兆円を割り込んでいます。マザーズ指数が 7.25 ポイント安 0.6% の下落、日経ジャスダック平均が20円と23銭安 0.5% の下落ということで、全般的に冴えない1日となりました。日経225冷やしチャートです。2万9000円手前、そしてこの25日線オレンジの線に弾き返された格好、2万9000円25日線手前での足踏み、しかもなんとはなしにずるずると下値、安値のところは下ひげで切り下げているという、弱気センチメントが反映されたローソク足形状となっています。まあ、今週は雇用統計週ということで、なかなか様子見ムードがあって買い上がれない、まあ、そうした声も聞かれてはいます。国内では東京都ですね、コロナの感染者リバウンドしていまして、ステージ4レベルであるというようなことが聞こえてきています。なかなか買い材料が出てこないという東京市場であります。こうした中で個別銘柄の値動きを見ていきましょう。6301小松製作所、今日は全般的に冴えない市場全体の中で、機械株にはやや資金が入ったと言えなくもないと、まあ、そういう状況であります。小松は47円と50銭高 1.7% の上昇でした。まあ、小松ですとか建設機械、機械セクターをめぐっては、昨日中国の PMI が悪化していたという材料もありましたし、今日は日銀短観ですね、6月調査分の日銀短観が今日公開されまして、まあ、この中で機械セクターについては設備投資見通しやや市場の予想よりは良かったと、そうした判断が出ているようです。こうした中で機械株はなんとなく、まあ、機械株の一角には資金が入ったと、まあ、そうした程度の勢いでありました。この他個別銘柄では商船三井9104など海運株は今日弱い動きでした。ただ海運株については2月以降、景気回復期待、特に世界の景気回復期待から右肩上がりを続けてきましたので、まあ、高値圏でのこれぐらいの売りは許容範囲かなと、まあ、そうした見方が大勢のようです。まあ、ただ今日に限って言えば安く210円安 3.9% の下落になりました。以上、大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。